はい。いや、これはむずい。やーべえ、これ誰かわからんかった今。あ、いやー背中見るの、そうです。アルダルマ早くね。中野ダルマ。え、なんで左の面積厚いんだけど、ちょっと早くない？よくじゃん。これあれやな。なんかダルマダルマ落としみたいになってんな。左が最初の画面からダルマ落としになった。そうですね。壮観だな。僕から削られていくのか。今はしごの登ったんですけど、僕手使いました。おお。出たね。まあそうそうそう。ズルじゃんそれ。パーティーグッズじゃんお前の手錠それ。手錠外れてた気するよ確か。そうやって手錠外せる状態にして油断を誘うって作戦でしょ。そう。なるほど。なるほどね。インポスターだ。ノーハンだ。はい、いやこれはむずい。今展望デッキの、扉開けるところで竹雄さんが弾け飛んだのを見ました。でハイブリさんが目の前で扉を開けてくれていて、僕がそこに重なっていて、竹雄さんが今目の前で弾け飛んだんですよ。はい、鬼木が弾け飛ぶのも扉開けた瞬間立ってたのを見たのですぐ近くにいると思います。ただ扉開けたのは僕なので、そう、絶対プテ君側にいると思っていて、うん、タキオさんがセリフです。ハイブさんがセリフ、うん、じゃあ僕の右側に犯人がいてハイブリさんが開けてくれたっていうのは、あ、ちょっと待って、これはね考えたい。タキオさんが開けていてハイブリさんが切っている場合は、ハイブリ、じゃあタキオさんが開けていて大丈夫ハイブリさんが、いや、あるんじゃない？竹雄さんが開けていて、ハイブさんが切って、ハイブさんがセリフを。まあ、一応ありますけど。打ち切るしかない時点でシリフ。なかなかレア系かな。なかなかレア系かな。うん、まあ、畑迫も左側にいたけど、畑迫はどこにいるの？今、メインホールのとこですよ。伊豆さん、女性のとこにいましたよね、確か。いや、いないけど。え？嘘？俺、タオルタスクやってるよ。シャワーの。メイン1回でも畑迫さん見てます。私、女性終わってメイン出たぐらいのタイミングで畑迫さんがシャワー方面に行かれる。あれ、検査だと思う。あとごめんなさい、もしくは竹雄さんがシェリフで僕を切り、ハイブさんが乗っ取っている。だったらこれがあるかもしれない。豚屋さんを殺せばよくない？どっちにしろまあレア系じゃない、まあ、一人だけの、うん、一応今展望の扉が開いた瞬開いたから視界が見えて、うんうん、鬼木が立ってたっていう主張なんで、次キッチン開いてくれたら俺が扉開けてる主張が信じてもらえると思うし、他で死人が取れてるとこだけ洗っときたい。どっちにしろ貯金で無理な人を、ね、そう、魚さんが宿舎にいたから絶対無理です。停電になった瞬間ぐらいでメインで僕メインに右から左に行く人いた人誰ですか？あ、ゲンです。あ、ゲンさんね。はい、ゲンさんは誰、どこですれ違ったんですか？あの畑迫と畑迫さんの直後ぐらいにメイン屋さんでしたよ。畑迫よりも僕の方が後でした。後です、後です。あ、ヌン最終最後左か右に寄せてます。これ浮いてる人って誰？俺ちなみにバイタル見たけど、まあ手端とかハイブリさんの言ってる通りぐらいのシーンだった。でも浮いててエレキまで入れてるんで、チミヤラウンジです。むずいっすね。ボタン押します。でエレキで畑迫見たよ俺。はいはいはい、そうです。その後にゲンさんと会って、女性の部屋でエレさんがいたはず。みんながキッティンは欲しいかな。一応フジミヤがどこにいたの？ラウンジです。オッケー。
ナイボ。僕視点だと、メインの右から左に行ってるので、キッチンとかでそういうスキルが起きてるんだったら、ゲンさんは一応弁当で関われる距離ではあると思います、はいはい、昨日それ言おうとしてました、うん、で、畑迫が、畑迫さん原始点難しいと言っておきます。メイヤーさんと畑迫さんは私右に残したい感覚でエンジンまで突っ終わったんで、ゲンさんでエレキにいるんだよね。僕メインですよ。あの停電中だから名屋さんは見えなかったですけど、女性の部屋で伊豆さんがいたとは思ってるんです。伊豆さんの証言ではシャワーにいたっていう発言になってます。源さんってエンジン脇でエンジン配線をしてメインに行ってまたエンジン戻ってきたんですか？エンジン配線をした後に私は、エンジンの配線をやった後は、メインのゴミ捨て、メインの除染でボタン押しに行こうと思ってエンジンに戻った。あ、でエンジンに戻ったってことですね。はい、とりあえず魚アルマが2人で白取れてる感じでいい。宿舎前にいます。なおかつ、はい、まあ、これつながりって思われたらあれなんだけど、うん、アルマ停電中にアルマを、右の扉開けてる瞬間を確認していて、俺がその状態で金庫室に戻っているので、ね、なので、うん、アルマが、金庫室から展望デッキに弁当飛ぶってこともできないっていう状況なので、うん、実施点では結構絞れてるかなと思っていて、で確認なんだけど、ハイブリさんとプテヤさんって停電中にカードスラッシュをお互いにしていて、開けた瞬間に弾け飛んでるっていう状態でいいの？違うんですよ。僕は扉を開けずに扉を開けるのを待っていたから、かなり画面内を見えてたのね。あ、うん、であれば、うん、容疑者って相当絞られると思ってて、なんでかっていうと、多分原産ぐらいしかいなくない。弁当で展望的側から入ってくるしかなくて、キッチン側から弁当で飛んで、いや、じゃあキッチン側からじゃないとおかしい、うん、いやメイン側から行けるんで、源さんはメインホールで最後左に行ってるから、メインホール側からの弁当は可能ですっていうのを出してます僕が。あ、でもそれって結局ハイブリさんとプテさんが死にしなくちゃおかしくない？だって死にできない、停電中だから。扉が閉まってるんじゃないの？そうで、だから僕は誰も死にしてないからシェリフを第一に追いました。全く誰も見えなかった。あとメイヤーさんって最終位置どこですか？私ばっかり疑ってますけど、エレキです。証明する方はいなければメイヤさんも容疑者じゃないですか。メイヤさんをメインに私残してるんで、畑底さんはやりにくいと思います。メインに残してるというか、ゲンさんは僕がメインの真ん中から右に行くのを見てるし、ゲンさんはそのから左に行ってるんですよね、はい、でも最後ゲンさんどこに行けてます？だからエンジンの最初のところって言ったじゃないですか。でメイヤさんだってキッチン弁当には行ける位置ですよ。メインの弁当あるんだから。エレキっていつ入ったの？僕ですか？うん、なんかメイヤさんが私だけ疑うのがおかしいと思う。いや、ゲンさんは行ける距離ですよね。だからそれはメイヤさんも同一っていう話です。メイヤさんもエリック。はい、OK です。じゃあボタン押して話しますね。僕視点の話を。ゲンさんが行けるところが短すぎます、そもそも。はい、はい、僕視点の話をします。僕はコミュニケーションの、コックピットでプテと一緒になったかな。でその後僕がコミューエンジンって行きました、はい、でそのタイミングでメインホールに入って、弁当のタスクをして、で、右に行くタイミングで停電になるぐらいでゲンさんとすれ違ったはず。皆さんゴミ箱タスクから出てきてない？ゴミ箱タスクのとこの弁当タスクですよ。あそこ弁当ありますよ。あ、そっちか。はい。で、メインホールの除染室のところに1回入って誰もいないのを確認して、エレキに降りて、エレキの勝ちのタスクをやって、メインに登ろうとしたぐらいでボタンです。ゲンさんがメインホールで左に行ってエンジンの最初のところまでしか行けないのは間違いなく時系列がおかしいんで、ゲンさんは人外だと。あ、ごめんなさい。あのね、畑迫移動経路言ってみて。そう、それも気になる。キッチン。キッチンのハバーガータスク、セキュエレキ、カチやって、上に上がりメインの部屋に行き、配線だけやり、あと、除染じゃないや、暗室のやつをパッてやったぐらいです。最終暗室出たぐらいでした。メイヤさんって除染寄ってるんですよね。そう、除染入ってから俺エレキに降りてて、畑迫とすれ違ってないから、なんかだから畑迫気になったんだけど、いや、僕の違和感も、僕除染にいるって言われてるんですよ、畑さんに。メイヤさん除染みたいなと僕いないこと分かるじゃないですか。誰もいなかったね、俺が。だから畑さん何見えてるんやろっていうのが実施点。停電中だったから僕メイヤさんは見えてなかったですけど、伊豆さんは除染の部屋にいたと思ってるんですけど、本当に伊豆さんいない？うん、結構行動言えるかなと思ってて、メイン脇で配線と暗室やって、
でタオル拾いに行ったら高田さんがいて、で藤宮さんもいて、でタオル助けやるときには藤宮さんも高田さんもいなくなってて、一人でタオル助けやって、でアーカイブの方っていう感じやから、行動経路は俺それで合ってると思う。すいません、一個提案なんですけれども、僕視点になっちゃうんですけど、ハイブリさんがゲンさんを切り、でゲンさん切れたらハイブリさんを釣る、でハイブリさんが弾け飛んだら僕釣りってどうですか？全然いいですけど、私ってそのお互い一なのかな。ゲンさんと名役やったら、それより伊豆さんとかから、伊豆さん名役からの対抗時だろ、畑坂君の方が気になるな。いや、もうめっちゃ畑坂が気になるんだよな、俺も。うん、いや、俺もそっちの方だと思うんだけど。ハイブリさんが弾け飛んで、畑坂は死人のなんか、ズレみたいな感じ。僕視点でハイブリさんが弾け飛ぶはずがないですか。なんかズレてんだよね、畑坂。今の移動経路の話だったら、畑坂は一番経路怪しいと思っちゃうよ、多分。うんうんうん、でもそもそもなんですけど、原産視点で畑坂は無理って言ってるから。無理ですね。で、私がもう1キル取ったら、畑坂さん釣れないかな。ナイスナイス。メインでプテ君の死体があって、うん、あれ？だけではない。あ、切ってないんだ。切ってない。死体がもう起きてる。じゃあ当たってるらしい。で、シャワーから今入ったところで、アルマ君と魚が、タオルタスク、メイヤ君がアーカイブからラウンジに行ってたから、その直前の動きとかはわからないけど、はい、とりあえず、その3人をスルーして、ラウンジ、アーカイブ、シャワー、メイン入ったところ。で死体があった。俺ね、プテアシさんとすれ違っていて、シャワー室のタオルタスクでカンカンタスクやった後に小見様が鳴ってる最中ですね。でシャワー室から戻って上のタオルタスクを入れようとしたら、シャワー室とメインホールの扉のちょっと上ぐらいで交差してます。俺がシャワー室の覚え芸の方側からプテアシさんが上から下にで抜けてって、でリポートなので、てっきり俺はハイブリさんがシェリフで切ってるのかなと思ったんだけど、 そうだ、うん、それだったら話が変わってくるので、実時点はアルマさんが弾けます。アルマが、中野アルマが上から来てるため、うん、アルマを弾ける。結構直近っていうことです、ね、あ、高田さん先どうぞ。じゃあ俺が最後エンジンから小見サボに入るところの通路の扉開けようとしたら、小見サボに入る人がの扉だけ見えました。それが現です。コックピットでタスクをして藤宮さんに見送られた形です。でアドミン見て、ミーティングに1とシャワーが3ついてまして、その直後に小見サボが始まって、私は直しに行こうとして、通信室に入って終わり。その直後に小見サボだったらシャワーさんって誰？僕は絶対シャワーじゃない。俺が入ってる。俺がシャワー。高田さんいましたね。入ってるかも。プテアシさんがね、なんかね、配線テストの下あたりで止まってたから、なんだこの人と思いながら。うん、俺もなんだこいつと思って行ったりして。まあ、そこはよく引っかかるんで、同期する。このターンのこのキルって、僕のことアルマとか弾けますよね、きっと。アルマと僕、シャワーアーカイブですれ違った後じゃないですか。まあ、魚さんの後ろに僕らがいるんで、魚さん視点で僕らが両方無理だと思います。うん、ああ、なるほど。その麺屋さんすれ違った後にシャワーに入ってタオルタスクのとこに到着した時に、下から来る魚さんと合致して一緒にタオルタスクをやってるって感じ。麺屋切ってる場合ね、すげえギリギリの視界外から切ってるから、あ、無理だと思います。その時間軸でタオルやってる時間があったら、ハイブリさんとすれ違って、高田さん視点で現藤宮は無理なんすか？無理じゃない、左にいたんだ。藤宮バイタルにいるんで誰も弾けないです。バイタルにいるんだ。現さんの情報じゃ、現さん見送ってもらったって、はい、私エンジンコックピットとかで藤宮さんと会ってますよ。だいぶ序盤っすね。あ、序盤なのか、あれ。まあ、皆さんボタンを押して、ね。そうだね。ライン切りで押します、じゃ
はい。ナイスです。ジミーは米サボ直してるので、マットはないです。うん、はい、見てます。あとこれ、俺、どっか打った方がいいよね。その方が客観視点。あ、そうか。はい。客観視点、どっかで綺麗に盤面詰めるために打った方が。打って2キロ起きたら PP になっちゃう可能性が、クルーって PP になっちゃう可能性があるから。てか、僕、初日キルのやつ、ハイブリさんがシェリフを何らかの形で乗っ取ってる可能性が一番薄いと思って。そうそう、で、ね、ハイブリさんが勝ってシェリフ振って、そうだね、あのプテが死んでる場合はプテ君を切ってるって言えばいいから、そ, あそうそうそう、そうです。まあ、多分前提として、プテ屋さんが殺されてるってことは、まあ、クルーの可能性が高いため、やっぱりキッチン側から、展望デッキの扉の方から切ってるってことはなさそう、あ、ごめん、キッチン側の扉の方から切ってるってことはなさそうだと思ってんだけど、違う。違う。ないんじゃないですか。ない。エンジンキッチンの弁当を、ゲンさんもしくはメイヤさんとかがっていうのが一番多いっていう。それに関して話したいんですけど、ゲンさん視点で畑迫が弾けるのに俺が弾けない理由って何ですか？畑迫さんの方は先に右に行ったから。だってその後、例えば畑迫が女性に隠れてそこの戻って切るとかもできるんじゃないですか、ゲンさん視点。そんな時間なかったでしょ。それこそメイヤさんの話で時系列が私合わないって話だったけど、エンジンとメイン間のドアを開けて私がエンジンに入るぐらいの時間だったらメイヤさんも可能じゃないですか。で、畑迫さんができないっていうのはむしろ自然な思考だと思いますけど、おかしい。まあ、初手切りで詰めるだったら僕視点は結構減算かなって思いますね。じゃあ、メイヤさんか対抗になるのかな。今日から釣り感じめてもいいとは思いますよ。メイヤは移動経路がそんなに別に怪しくないなと思っちゃったけど、うん、経路的には。原産は藤宮が初動、序盤に見たって言ってたじゃないですか、エンジンコックピットで。うん、私もそこそこが点、私の行動経路を言うんで、じゃあ、それで判断してください。はい、メインエンジン、コミュマイツ、あ、メインエレキ、メインエンジン、コミュマイツルコックピットです。で、コックピットでやったタスクがリングフィットとパッチタスク。で、その後アドミン見ようとしたらコミサボ始まり、で、コミサボ直しに行こうと思ったら終わり、で、右側にピンクが見えたって感じです。藤宮からして違和感ってあります？その序盤に見てコックピットにいる時間が長いとか。いや、ちょっと分かんない。分かんない。あんまり序盤に思ってないですよ、私。コミュサボ前まで。そう、その本当に序盤なんだったら、ゲンさんずっとそこにいたことになるから。いや、急に釣り時だと思うから、ゲンさんから釣ろうか。うん。メイヤさんまでスタートしてください。ゲンさん釣り、畑迫切りで、畑迫切れたら伊豆さんとかが、あの、新っぽくなって、切れなかったら伊豆さんまで人外っぽくなりません？僕切りまでなんで入るんですか？サコ釣りてー。だって畑迫が伊豆さんとあれしてるじゃん。俺とも。うむー。あらー。どうかな。いやー、これ。大丈夫？どうでしょう。ダメです。初手切るゲンさん？初手切るメイヤさんです。いや、なんかゲンさんかな、これじゃあ。テンションが。いやー。テンションが嘘ついてるテンションだ。いやー、でもね、ゲンさん粘ってたんだけどなー。これ、だるまのおかげかも。ナイス。いや、あのターン切るんだったらメイヤーさんだったんじゃないですか。僕が切られるのがよくわかんない。なんだから、別にこのロラで多分完結すると思うんで、僕とゲンさんのロラでそこのあれは完結するんじゃない。でもゲンさんって2キル目って高田さん視点で無理なんじゃないですか。あんまりってことはないのか。ドアが開いてた。2キル目は無理だよ。うん、2キル目って、うん、2キル目は無理なのね。じゃあ、2キル目じゃあ、あくまで初手キルで、うん、まあ、まで一人外インポスターっていう前提で議論進めるとってよくて、あ、いいと思います。いいと思います。ただ、そのキルできるできないじゃなくて、メイヤ君と畑迫君の死人情報がもう初手でも食い違ってるから、いや、食い違ってはないですよ。あ、でも大前提として、メイヤさんも2キル目できないから、うん、2キル目は現メイヤじゃない人がキルしてると思う。メイヤはね、あの、キルしたらインポスターになっちゃう、もし疑うんだったら。まあ、ゲンさんも1キル目の容疑者も洗っときて、伊豆さんってどこにいたんでしたっけ？僕は、メインでは相手エレキのレバータスクの残りをやって、席アップロードして、席のテープタスクやって、停電直しに向かおうとして終了。停電じゃない、コミ様直しに行こうとして終了。うん。まあ、浮いてるの。明役フジメに初動に行くのは見てもらってるはず。明役くんまで釣って、俺が畑迫くん撃って、俺の乗っ取りをもう追ってくれないんやったら畑迫くん撃って、もし俺が弾け飛んだら畑迫くんが進行取るでいいんじゃない？その方が伊豆さんとかもその死人が除染とかが釣れたのが見間違いだったかどうかとか、その疑う。まあ撃つなら7人、撃つなら7人の時に撃ってほしいですね。一応だからミスでも、今回名役に釣って、いいんですけど、僕視点は僕とずれてる伊豆さんを撃ってほしいですけどね。
いや、はたさこは絶対撃たれるべきだよ。なんでかって言ったら、もう容疑者一逃れられなくて、撃たれない残ってても釣られると。釣られるだけ。だうん、そう、だから SG 一になっても嫌やから、はたさこが来るやったら、俺が弾け飛ぶから、なんか、それで、まあ、そうなった場合、伊豆さん、うん、僕はめちゃくちゃ怪しくなるかなと思うんですけど。7人なんで、まあ、弾け飛んでも、まだ余裕あるっちゃうんで。でまあ、高田さん無理なんじゃない？源さんに見られてるんだったら。ああ、まあ、源さんがピットの中で扉開けてるで、高田さんはエンジンの左だから。ああ、まあ、俺は通ってる、通ってる。ああ、まあ、そうか。源さんの右にいるのか、高田さんが。そう。まあ、いいです。まあ、一応、旗白になった場合は、多分、伊豆名まで陣外になると思ってほしい。二人で旗さんとの死人を食い違ってるから。あのスキップ入れてました。まあ、肌底が切れた場合僕は白だと考えてもらった方がいいかもしれない。うん、うん、だね、停電だから別にすれ違わないの全然変じゃないですけどね。まあ、確かにこのダルマスキンは停電中見にくすぎる周りが結局僕の死人間違いだったみたいです。え、でも僕視点はマジで見えなかった犯人。いや、そう、目の前で竹尾さんが弾けたんだように見えたんだけど。いや、そのダルマがでかすぎたから。そう、ダルマがでかすぎて死に前が。いや、マジ見えないよね、これ。これ、ダルマ、私、切ったんですけど、実際。あ、ギサスだね、ゲンさんぐらいしか、はい。あのね、お肉に移動するじゃないですか、キルするときって。あれがあんまり目立たなかったというか。はいはいはい、強すぎ。スッって触れた感じで、いきなり肉がバーンって出てきて。まず、はたさこが来てなくて、ハイブリさんは僕を撃って自爆しました。え、まあ、とりあえず、はたさんは来てない、100%。カメラも光ってるから見てるはず。カメラはそう、伊豆ハイブリしか途中、高田さんも来てくれた。伊豆さんを撃つ意味なくね、ハイブリさんが。わかんない、ボタンがありかもしれない。え、ただ、はたさこが来てない以上は、はたさこ釣りしか。はたさこは釣るとして。あー、これは困ったね。これ多分、はたさこマットとかの差がめちゃくちゃ高いから、はたさこ釣って、誰か落ちる4人番目だからボタンを押さないとダメだね、これは。多分あの、タスク間に合わないと思う。え、ま、マットだったとして、僕がそこに伊豆さんがいたって、嘘をつく必要ってありますか？メインボール。マットなら何してもいいから。逃げてるっていう証言になっちゃうから、逃げる理由が。あ、そう、あの、なんで来なかったかの説明をしてほしい、俺は殴る前に。いや、もうそこよりは残りの、まあ、伊豆さんは白で置くなら、私は黒だから、もう藤高にね、そう、疑念めっちゃ分かって、あの、なんだろう、ハイブリさんが伊豆さんを切るっていう、こう、なんか、のが、ね、ちょっと理解できない。まあ、それは理解できない。けどだってそれカメラ見てて、カメラ見てる藤宮とかは伊豆さんを切って自爆してるっていう認識で大丈夫なの？いや、トミサボが起きてるから。ただハタサコ黒で置くなら伊豆名や白かな。俺結構早く直した自信あるんだけど、その間すぐ話して、いや僕らね話してもうエンジンに向かっちゃってるんですよ、トミサボが鳴った瞬間に。アルフジで見てて、え、これって今バタサコをつって強靭になった場合って4人番目になっちゃうじゃないですか、うん、これって、うんうんうん、つらなかったら一応30秒増えますけど、それでもタスクはきついですか？確かに、はたさこ。俺は激道連れされるよりは、はたさこ人外残しでの方がいいのかな。確かに。いや、でもそれでインポスターだった。インポスターだったら、どっちにしろ2キルが入らない限りは大丈夫だから。まあ。少なくとも、幻明野で落ちていることが方が確定、マットが切られて落ちてない限りは大丈夫だから、うん、一陣が落ちてる想定だとしたら、まあ、たすこ釣りどっかな。いや、でも、マットだったら、あれ、だから、コスキップの方が、確かに強いかなって思っちゃったけど、どうだろう。どちらでも。でも、たすこ終わらなそうじゃないの、高田健。ああ、僕は、まあいいか。うん、オッケー、じゃあ釣り行き。多分これ、もみ消されたら4人盤面でリアクター勝負になると思います。うん、出足切りのところだね。頑張ってください。これは結構やばいやつ。誰殺したの？魚さんだ。お、高田さんだったらやばかったね。魚さんがマットなの？マットです。え、じゃ誰がインポスターラスト？さて誰でしょうね。いや、これは俺は全然わからんかったわ。
正直メイヤさんも見えてたんですけどね、僕は。あ、そうなんだ。はい、全然普通に女性に一緒にいまして。あ、初手はゲンさん？ゲンさんじゃないですか、普通に。あれ？あ、あった。ボタンがないのか、これ。初手落ちてんじゃなかったっけ、中のアルマって。来た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 。いけるぞ、これ。あー。キックルたまる、キックルたまる。ハゲ陣営勝て。いけるぞー。ハゲ陣営。ハゲだるま2人が。これは8勝2。やばいよー。来た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 。ハゲだるまが。あ、勝ってくれ。ハゲだるまが。どうだ、よっしゃー。素晴らしい、これは強いな、素晴らしい、ナイスにキルです、最後キルして直したのか、そんな早くたまんないか、直してから、直ってから俺が直ってから抜いたのか、飲んできてくれて、あ、水釣ればよかった、もう3もう30秒経つのか、早っ、お見事、ギリ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 、ジャスト30秒ぐらい、素晴らしい、飛び出しまっちゃってたのかね、やっぱジメさんがボタン押しそうなぐらいで押したんで一応よかった。いや、ハタさんマットか、そう、ハタさん女性にいたの合ってるからさ、あ、そっか、霊界からリアクターか、あれ、すごいタイミングだなって思った、ジメさんがボタン押すぐらいで押しました。なるほど。ビビラッカーだとビビったらいいタイミングで入れてくれたから、あっと思って助かりました。いやー、よかった。金、マジで停電中、自分以外全然見えないですよ、これ。確かに。もうやめた、俺。あの、初手キルの真相は、ハイブリーさんとプラスさんと僕が重なってて、ゲンさんが、あの、多分ベントから来てキルですね。そうですね。キッチンの。マジで一切視界に映ってなかったですよ。すごい。全然わかんなかった。なんか、原始点、なんかラグなのか、なんか、キルってこうお肉にシュッて近づくモーションが入ると思うんですけど、今回あんまりなくて、うん、本当に爆発したみたいな、触れただけで死んだみたいな、なんかモーション。そう、目の前で弾け飛んだから、めっちゃハイブリさん疑っちゃった、僕。いや、プテ君が疑うぐらい方が分かるぐらいのあれやったと思う。いやいやいや、じゃあ行きますかね。はい、お願いします。よし、よかった。